あやめさん、おはようございます。今日なんですけど、台風のね、うねり2日目って感じですかね。ちょっとね、風も吹いてて、微妙な感じかもしれないですけど、ちょっとね、種子島のね、西面の方にいい波を探しに行ってみたいと思います。はい、ということでですね、とりあえず西面に行ってみたいんですけど、ホテル前をね、ホテル前と宇宙センターの敷地内もチェックしていこうかなと思います。これが僕の毎日の日課です。はい、今日はサーフィンをする？ピンクホテル？ピンクホテルはチェックだけです。頑張って。はい、ということでですね、本日の波チェック、ピンクホテル前です。こちら、ダダン、うわージャンク。風はそんなに吹いてないけど、なんかジャンクはジャンクな感じなんですかね。レギュラーもね、テイクオフダラダラって感じで立てて、軽いね、軽いですね。ちょっとレギュラー軽い。この後ろのあれもでかいですよ。多分頭ぐらいあるんじゃないですか。頭オーバーとかでかいだけで良くないですね。ダラダラということでですね、こちら宇宙センター敷地内見に来てるんですけど、そんなに良くないのかなって感じの割れ方ですね。基本的にワイドなんですよね、ここ。なんかどうなんでしょうね。ちょっとこういうの割れてるの、僕まだ種子島来て1回もね、見たことないんですよ。ここ3日ぐらい毎日見に来てるんですけど、本当にずっと微妙なんですよね。もしかしたらこれがアベレージなのかもしれないですね。ここの奇跡的にいい波が割れてる瞬間を見たいんですけど、その瞬間すら与えてくれないというか、全部ダンパーなんですよね、ほとんど。はい、ということでですね、なんか今日気づいたんですけど、なんか僕高知県から来たんですけど、なんか高知県なんか最低気温が18度とか19度ぐらい、最低気温が18度とかね、19度ぐらいらしいんですけど、でなんか日中の気温もなんか22度とか23度とか、できるのかなって感じですね。はい、ということでですね、昨日と同じ場所でサーフィンしていく感じになっちゃいました。なんかさっきちょっと人がいないところまで歩いて行ってたんですけど、なんかそこはそこで本当に良くなかったんで、また今度ね、ちょっとそこら辺にバンクが出たら、サーフィンしていこうかなと思います。
い、ということでですね、まあ波乗りも終わりました。波もし上がる予報だったらしいんですけど、そんなに波上がってなかったですね。はい、今から何します？食べる。天然のトギ石、これがフィリピンの人のなんか食べ方らしいですね。ナスを卵で包む感じ、うん、はい、やって。懐かしいね、あなたやり方が。さっきダスキちゃんのやり方とはまただいぶ違ったやり方になったけど、まあさっきのやつだったら絶対火が入らないんでね。まあ今回はナスを切りました。美味しそう。ナスのオムレツみたいな感じらしいです。これでサムチャブリですか？サムチャブリ。ダスキちゃん、昨日のやつで味を占めちゃったみたいですね。金が全てじゃないが、全てに金が必要だ。これで。え、またせっかく鶏肉が焼けたんでね、いい感じで食べれるかなと思ったんですけど、まあまたダスキちゃんに取り出された。もっと、もっといきます。もうすごい雨来てます。この大充電で。これはやばい。これはゲーホル。これはちょっと何？大丈夫これ？おお、これダメやね。本当に。大丈夫ですかこれ？これ何これ？これはちょっと真剣にやばいやつやね。これどれぐらいにかかったの？これ。これき。マジで？やば。やばい。今は結構やばいですよ。どれぐらいの深さになっちゃう？うわ。この動画は種ヶ島からチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画で。